手紙？なんでこんな早くにいるんだよ。寝てたんだけど寝返り打ってたら学校に着いてた。下駄箱に手紙ってこれ？にゃ、もしかしてもらうの初めて？そういうお前はもらったことあるのかよ、ラブレター。ない。ないんかい。だが、ついこないだあんなこともあったし。で、クシタンはそのラブレターの人と付き合うの？時間をかけて、真剣に向き合って。そうよね、向こうは真剣に考えてくれてるんだもの。クソがよく来たわね、日野の猛獣コシトラコ。手紙、ラブレターみたいでドキドキしたでしょう。とっとと終わらせるぞ。私は鹿と人のハイブリッド、言うなればそう、霊長類最強の。体育館を爆破とは、さすが元ヤンコシタン。ではお兄様、少し待っていてください。え、シバ先輩、なんでこんなところにいるんですか？もしかしてミユキ先輩とご一緒なんですよね。二人とも何を騒いでいるの？しました。いえ、先輩のせいではありませんよ。水着なんだから恥ずかしがる方が変なのよね。芝先輩と芝先輩のデートを邪魔しちゃ悪いって。デート？男子高校生と女子高校生が二人きりでショッピングしているのにデートじゃないなんて説得力ゼロです。次の世代を残す義務があります。それとも芝先輩は妹を相手に。かすみ、休日を姉妹で過ごすのも非生産的ではないのか？あら、お兄様の他の女の子に優しくしすぎないところ、みゆきは好きですよ。ねえ、黒いパンツなら私よく履いてるよ。ほら、なるほど、清楚系こそエロ下着。おっちゃんはどんな下着なの？布。布？ごもっとも。今日もお風呂屋さん？そうさ。あら、あだしのさん、それに小川さん、うなめ先生、いらっしゃいませ。あ、おっちゃん、うなめ先生、ごきげんよう。私これからあの三人の先生、銭湯が大好きなの。ここでは鎧を脱いでみんな平等にくつろげるから。先生のようなお嬢様前とした人が銭湯好きなんて、むしろ真逆って感じかしら。そうだったんですね。目を離してるうちにエッチな感じの書店員さんの脱衣が進んでる。今度こそ先生の下着を確認するのです。なんだかお尻ばっかり大きくなって。無眼の会。え、ついに。マリー、交代の時間よ。え、終わってる。見逃した。我々は宇宙人だ。何見てんだこのジジイ。ジジイとは何だ。私は教頭先生、よほど舐め回すように見てたのですね。男の時代はとうに終わった。この学校は清く正しく美しい女の楽園になる。取り巻きも2年の注目株揃い、軍隊でも作ろうというのか。今日もオーラ半端ない。清く正しく美しいわよね。ハンダが通っただけなのに調子がまるで発情期のマンドリルのようではないか。や、弱点がないなら作ればいい。これはクソ男対女の聖戦となる。
半田に付け入る隙があるとすれば男であるということ。肉食女子よ。はいはい。半田を誘惑して弱みを握ってきてほしいのだが。男よ、ハニートラップに苦しめ。半田君、逃げ。そこにいるのは分かってるぞ。どんなにすり寄ってきても俺はお前たちの相手はできない。もっと自分のことを大切にしろ。どこから迷い込んだんだよ。俺の弁当の肉欲しいのか。かわいいな。誘惑できなかった。どういうことだ。よく考えたら私本気で人を好きになったことないんだよな。パンダを、パンダを呼び出すのだ。よって罰として1年間女子の制服で生活してもらう。お前はこれを身につけ、荒々しいオスの牙を丸く改めるのだ。さあ私が着方を教えてやろう。とうとう学校ぐるみで嫌がらせが始まった。はがいじめだぞ。しっかり捕まえろ。逃げた。おいぞお前たち。一度でいい、足を通してくれ。生徒会長の言うことに間違いはない。半田君、これを着て。さあ観念してもらうぞ。一年後は立派なフェミニストになってるんだろうな。見つけた。会長をかばったみたいで。なんだこの胸の高鳴りは。私が男なんか、男なんかに。俺、ハンダにスカートを履かせましょう。もうやだ、男キモい。会長、お気を確かに。奴が転校してきて以来ずっと私ばかり振り回されている。部活のない放課後のあいつの行動を探ろうと尾行しているわけだが、あいつもしや家がないのか。お腹すいたな。ビンゴじゃない。おやつでも食べるか。落ち着け。私尾行はまだ始まったばかりだ。角田さん、なっちゅー。ナッツ、ようこそひな動物園へ。しゃべった。あ、すごい。はい。うわー、鹿せんべいだよ。はい。あー、うわー、何どころか謎がどんどん深まっていく。なんか乗っとる。な、何これ。今度は何、何このイリュージョン。そのものセーラー服をまといて鹿の野に降り立つべし。そんなふりここまで一個もなかったけど。こんなところで何してんの。コシタン、もしかして私のパン。図に乗るなよ。頑張ったご褒美に今日は食べて帰ろうと。何そのえっくい札束。ん、うま。鹿、うま。鹿。のこたんへのさらなる尾行をすっかり忘れ、笑顔で木戸に着いたのであった。実は彼女は鹿部廃部とコシタンの失脚を目論んでいる。この私が生徒会長となり学校一のマドンナとなるために今日こそ掴んでやるわ。もしかして入部希望。今そっち行くね。ようこそ鹿部へ。めちゃくちゃ浮かれポンチなやつ来た。
やっぱこれからの時代鹿だと思うんだよね。鹿せんべい食べる？違いにゃす！そう、たまたま通りかかっただけというか、全部私の早とちりだったってわけか。調子こいてこんな浮かれポンチな格好までして。せっかくだから体験入部とかしてみようかな。私は鹿の子ノコ、ノコタンって呼んでね。さて、それじゃあいつもの鹿連始めるぞ。鹿山田の方はもう受け入れたようだ。バシャメだ。バシャメメメです。でも鹿としてはバシャメの方が先輩なので、そこんとこ履き違えないでください。あんこだ。私を鹿と呼んでいいのはお姉ちゃんだけ。私はお姉ちゃん専用の鹿なのよ。生徒会長専用の鹿って？何か問題でも？いったー、何すんのよ。お前それでも鹿しぼうか。バシャメ、先輩鹿として手本を見せてやる。これはその反射神経を鍛える訓練。次からは戦場のつもりでかかってきな。目をつむり、イメージしてみて。角が伸びていく姿を。って結局あんたの角が伸びるんかい。ここまで伸ばせるやつは私も見たことがないぞ。もしかして私本当に鹿の才能があるのかも。よく頑張ったな、鹿山田。お前にこれを授けよう。やったで、今日もまた何もコシトラコの弱みを見つけられなかった。この経験はいつか役に立つ日が来るかもしれないし、来ないかもしれない。憧れの人との距離が縮まるかも。平日にどこへ足伸ばせってんだ。遅くなっちゃったじゃないのよ。あんちゃんに参った。ホームルームの間廊下に立っとけ。まるで太刀の悪い酔っ払いだ。神様、ありがとうございます。ありがとうございます。この方がいな幸せに。血液型占い、今日の1位は A型。このままいけるところまでランデブー。うそ、もう1ゲーム始まってるよ。バスってぐるぐる同じとこ回ってるんじゃなかったの？俺もそう思ってたんだが、違ったらしい。天気いいね。このままサボっちまうか。マジで？え？焼肉の後のラーメンは胃にもたれるポコ。よし、真田、探検しに行くぞ。嬉しそうだな。あ、ごめん、嫌だった？嘘もございません。全く美人も嫌ではありませんが。あ、川だ。学校サボってしまった。何を今さ。二人で遊んだの何年ぶりかね。ねえ、なんで遊ばなくなったのかな。あんたが女なんかで遊ぶかよっぱいけ。ただいま。いつの間にか眠っていた。ビギマル殿、どうしたのですか。部屋の主はお出かけ中かもな。ポイズン。ハティ殿が探していた魔物とはもしかしてスケルトンキングだったのですか。ああ。なんだ、卵。これは龍眼の杯。まさか本物。これでミルズ遺跡での用事は済んだな。ハティ殿、明日報酬の引き渡しを兼ねて艦隊を受けることになるようです。可能なら二人きりで話したい。どちらかの宿の部屋でどうだ。構いませんが。龍眼の杯の件、改めてありがとうございます。私を護衛として雇いたいですか。薄々察してるだろうが、
俺の目的は近畿の魔女に会うことだ。混戦魔軍隊、群れで魔物に襲われる頻度は高いはず。安全策を取る意味で元から戦士を雇うことは考えていたが、私はヨナト公国を目指して旅をしています。少し気は引けるが、問題を取り除くのに必要なことと割り切ろう。ミルズ遺跡で眠っただろう。あれは俺のスキルの効果だ。正体を隠したまま俺と旅をすると一つ問題が出てくる。あんたは俺にとって必要な戦力だ。売り渡す気はない。あなたには本当に感謝しています。俺の本当の名前は東華美森。これは信頼という名でさらに縛り付けるやり方。改めまして、セラス・アシレインです。護衛の報酬だ。これは青龍石としか思えないのですが、その価値は龍眼の杯の報酬を軽く超えるかと。これはそんなあっさり渡してよいものではありません。お人よしも極まれりか。捨てたきゃ捨てていい。いえ、ですが。人前では当面ハティと呼んでくれ。俺も外ではミストと呼ぶ。あんたの過去を追求するつもりはない。信じたい、姫様のように。おい、見ろや、もうあの女に取り入った傭兵がいるみたいだぜ。艦隊は午前中に済みそうです。遅くとも午後1時には戻ってこられるかと。この度ミストバルーカス殿が見つけ出した現実破りを得意とする術師を招いた。俺の見る目がなかったか、もしくはセラスの身に何かあったか。な、逃亡中の姫騎士だったんだろ。俺も聞いたぜ。黒竜騎士団。シルヒグゼ。済んだミスがごときその美貌、男の本能をもてあそぶその肉体。しまっ、パラライズ。さあお楽しみ。ポイズン。どうしてあなたはここへ来たのですか。もちろんあんたを探すためだ。報酬はお返しします。ですから護衛の剣は破棄で。と、すべて青龍石なのですか。あんた以上の護衛を探し直すのが面倒なんだ。ここで服を脱げ。え、誰、どこだここは。俺のって小さい。どちらですか。いらっしゃらないみたい。あっちを探してみましょう。ライド王子。うわ、よし。なあ、ライド様。また逃げられた。生後すぐに言葉を返し、絵本代わりに魔術書を読み漁り、私はロイド様がかのウィリアム・ボルドーの生まれ変わりではと思っているぞ。そう、俺は生まれ変わりの転生者だ。地位も名誉もどうでもいい。前世から俺のスタンスは変わらない。おお、見つけましたよ。俺は今制御系統魔術でシルファの動きをトレースしている。シルファは鏡と戦っているようなもの。技術は真似できてもこの誤差のしわ寄せでいつも下って負ける。生命成長、身体強化。いや、ロイド様ズルしてますね。焦らずともゆっくり成長すれば。だから風呂くらい一人で入れると言って。この先の封印書庫には国を揺るがす魔術が記された禁書に加え。お言葉ですが、この警備をかいくぐる賊がいるとは思えませんが。
結界を解いてくれたな、坊主。ねえ、もう少し見せてくれるかな。この魔術、その効果のほどは我が身をもって知っておきたい。なんだあのガキは、付き合ってられるか。こいつ一体何枚結界を。次は防御魔術を見せてくれ。なんで防御しなかったの。なんなんだこのクソガキ。